キリタンに彼氏ができた時のパパさんの反応まで3、2、1。キリちゃんみたいに可愛い子を産みたいです。全部もうね、未来を決めてしまえ。調子に乗るからやめてください、そういう。まあでも何かを得るには何かを失わないといけない世界です、ここは。今日は初めて質問コーナーをしてみたいと思います。はい。インスタとあと YouTube の投稿かなで質問を募集したんですけど、もうめちゃくちゃ質問いただいてありがとうございます。ありがとうございます。全部にはねちょっと答えれないと思うんですけど、何個かね選んだものを答えさせていただけたらなと思います。スタート。はい、スタート。男性保育士になって良かったことと困ったことが聞きたいです。良かったことは将来のねお嫁さんの候補がいっぱいできた。園児たちってこと？園児たち、園児たち。ああ幸せだね、それは。うんうん、で結婚してって言われるの？結婚してとかも言われるね。あ、そう。うん。困ったことはやっぱり少ないじゃないですか、男性保育士って。更衣室がないんですよね。で男子便所もない。男子便所もない。男子トイレないの？うん、どこで？職員用の男子便所はない。子供のこんなねマジで股下ぐらいの小便器はあるんだけど。本当にそこでするわけじゃないよね。そこでしたらあかんよ、そんなもん。子供ビビるやろ、そんな先生ってなるやん。あ、そうなん。じゃあ本当にどこでするの？それはもう多目的トイレだよ。あーね、なるほどね。結構リアルな悩みが来てくれたなと思います。で着替えるときはなんか廊下と廊下の間のちょっとした隙間で着替えてたりしますか？はいはいはい。本当にリアル。スクショタイム。お、スクショタイム。はいはい。はいはいはい、パチパチでいいか。もうちょい違う顔したら、昨日おーはおーおーはもうそんなことより自分の顔が気になる。あ、可愛い顔してない。可愛い顔は、はい、可愛い顔。はい、OK。 あ、ちょうどキリちゃんの質問なんですか。キリちゃんに受験勉強のカツを入れてもらいたい。カツやって、キリの。あーわはあキリノちゃんの名前の由来は何ですか？これ本当に一番多かった質問じゃないかなって思います。キリノっていう名前を提案したのは私で、私はすごくお花が好きなんですね。なのでお花いろんな調べて、いろんな花調べて、キリっていうのが、ね、響きも可愛くていいなと思って、花言葉を見たら本性って言うんですけど、上品なとかいう意味があるんですね。でキリって結構昔の家は女の子が生まれたらね植えてた家もあると思うんですけど、なんか女の子ってイメージで、キリってすごいまっすぐ育つんですね。歪みなくまっすぐ育ってほしいみたいな意味もあって、僕はキリコが良かったんですけどね。キリコはすごい反対されたんですよ、なぜか知らんけど。こうつけたかったんですよ、何々こうって可愛いからね。女の子は何々こうかなと思ってたんやけど、キリノになりました。切っても切ってもまた生えてくる花でもあって、すごいめげない、上品でめげない芯のある子になってほしいなと思って、キリノってつけました。ノーは、まあ、キリって来たら、まあ、可愛らしい発音になるようにノーをつけました。最近話すようになった言葉は何ですか？いないいないばー。キリノ、はい、いないいないばーは、いない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 ばー。喋らなかったけど ね、でもこれをちゃんといないいないばーって言えるようになりました。いないいないばー。どんな習い事をやってほしいですか？ピアノと英語をしてほしいなって思います。でもキリノがもっと大きくなってこれやりたいって言い出したら、絶対そっちを優先させてあげたいなって思うし、逆にピアノも英語もやりたくない、何もやりたくないって言ったら何もやらなくていいです。友達と遊んでもらってそれでも大丈夫だなって思ってます。自分のしたいことをしてほしいなって思います。プライベートとか見かけたら話しかけても大丈夫ですか？ベンさん来てください。なんか前は高知駅で声かけてもらいました。ありがとう。ありがとうございます。キリノちゃんの性格を一言で、せーの、おてんば。天真爛漫、まあ、まあ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 似たような感じ、ね、おてんばと天真爛漫だから似たような感じですね、はいはい、ちょっとね気の強め女子ですね。強いですね。はい、もうソファーより登ってますね。キリノちゃんの好きな食べ物と嫌いな食べ物を知りたいです。好きな食べ物は最近バナナよりもみかんが好きになりました。ああ、みかん好きだね最近。嫌いな食べ物は何やろうな、豚肉とか鶏肉とか。いや味は好きなんかな、でもうん、やっぱ硬いものは
あるよね、うん、硬いものがまだ食べれないみたいだけど、嫌いな食べ物って言って、ね、なんか思い浮かぶのがあんまりない。嫌いではないと思う。なんか食べる。キリちゃんにお歌を歌ってほしいです。2人目考えてますか？考えてます。10人欲しい。それは思わないですけど、授かれるなら2人は欲しいなって思ってます。うん、そうやね、うん、2人かな。でもやっぱり、うん、2人か3人か3、うん、まあそうだね、うん、かわいいお顔してください。あなたのじゃない。キリちゃん、かわいいお顔は？バーカ。ママさんの看護師目指したきっかけと、これから目指す人にコメントが欲しいです。結構看護師を目指してますっていう方からのコメントが多くて、インスタとかでもこう、ね、相談が来たりとかします。すごい嬉しいなって。知らんかった。私が看護師を目指そうと思ったきっかけは、私の母が看護師なんですね。ちっちゃい時から学校が終わったら母の職場に行ったりして、母が働く姿をすごくよく見ていて、もう幼稚園の時から看護師になりたいってずっと言ってたみたいです。物心をついた時からもう私は看護師になるんだと思って生きてきましたね。これから目指す人にコメントが欲しいです。そうですね、私は看護師の仕事がすっごい大好きなんですね。なので学校は勉強も実習も国家試験の勉強もうすごい大変やと思うんですね。なんですけど、絶対なってよかったって思える職業だと思うので、ぜひ諦めずに頑張ってほしいなって思います。保育士も以下同分。そんなんいらんけど。自分は自分でちゃんと言ってよ。いつも癒されてます。カメラ何使ってるのかめちゃめちゃ気になるのと、おすすめのカメラあったら教えてほしいです。アルファ6400っていうソニーのカメラを使ってます。はい、こんな感じです。おすすめのカメラなんですけど、僕と同じこの α6400 を買っておけばいいと思います。ね、値段もまあまあまあそこそこはしますけど、買える値段やし、めっちゃ綺麗な映像が撮れます。色味もね、撮影の色味も変えれて、僕いつも使ってる加工って言ってもパソコンでしてるわけじゃなくて、カメラ側でもう撮って出してそのままアップロードしてるんですよ。でもね、皆さん言われてる通り綺麗に撮れるんですよね。だから、うん、これおすすめです。α6400 です。に、レンズもちょっと明るめのレンズ、シグマの 16mm の明るめのレンズつけてるんですけど、カメラよりレンズの方がちょっとこだわった方がいいかなと思います。こう、広角に撮れるやつをね。で、もうちょっと言ったら、これの上位機種に6600って、α6600 っていうのがあるんですけど、そっちは手ブレ補正もついてるので、もっとおすすめです。ちょっと高いんよ。でも5万ぐらい高いかな。これより。で、僕は最近ね、おすすめというか、僕またカメラ買いました。α7S3 っていうカメラがあったんですけど、まあでも何かを得るには何かを失わないといけない世界です。ここ僕の10年間愛したバイクがドナドナしました。ドナったお金でドナったお金で買いました。そんなね、そんなもう普通に買える世界ではないですよ。当たり前ですよね。キリノちゃん、いつも服どこで買ってますか？バースデイ、アプレデクール、フィスが大好きです。なのでそのどれかで買うことが多いですね。これはアプレデクールです。阪急百貨店のフェンディっていうところで買ってます。買ったことないわ。ディオールってところで服をいつも買ってます。手が出せませんよね。キリノちゃんは何時に寝て何時に起きました？8時に寝かせたい。まあ8時半には眠りについてますね。で7時ぐらいに起きます。キリちゃんを育てるにあたって、パパさんママさんお互いにこれは叶わないなって思うことありますか？あります。すごいあります。そうね、本当に温厚で怒らないんですよね。もうね、寝不足だったりしたら多少真顔になるじゃないですか、うん、それも本当にないです。まあね、うん、ご飯をあげる時ももう全部バーって散らかされたら、ま、真顔になるじゃないですか。もう夫は
そういう時もあるよねって言いながらすっごい笑顔でずっとあげ続けられるんですね、ご飯を。なのでめちゃめちゃびっくりしました。まあそれをその散らかったやつを僕が片付けるのは苦手なので、こう手際よく何でもねさささっとお片付けしてくれて、こう僕のできないことをやってくれるのがありがたいですね。お互いできるとこが全然違うよね、はい、なので本当にきっちり役割分担されてます。私たちは企業案件やらないんですか。今までしてこなかったね。なんか事務所に入る前もちょくちょくメールで話はいただいてたんですけど、全部ちょっとやっぱりやってませんでした。で今事務所に所属させてもらうことになって、ね、所属させていただいてるのに何もしないっていうんだなって思う部分もあるんですけど、やっぱりでも自分たちのやりたいこと、その自分たちのやりたいことで楽しんで取り組めるものしか、うん、やりたくないなと思ってます。みんなにおすすめするものだから、やっぱりちゃんとおすすめできるものの案件がもしねお話で入ってきたらさせてもらうかもしれないです。楽しくできたらいいよね。そうね、ね、楽しんで楽しんでできる案件やったらウェルカムです。で、ぜひやらせていただきたいなって思いますね。はい、うん、なんでそんな可愛いんですか、パパは。パパ調子に乗るからやめてください、そういうの。全然ピント当たらないし。パパは可愛い。そうでしょ。面白い方ですね。はい、次、はい、次、はい、次。キリちゃんに怒ることはありますか。ありません、うん、そうだね。今怒っても怒られたっていう記憶は残っても、なんで怒られたっていうのがまだね一切じゃわからないから、結局あの根本的なところで理解してないんだよね。だから3歳にもならなくても、まあ個人差あるんだけど、自分でなんで怒られてるかとか分かるようになったらちょっと怒っていこうかなとは思ってるんですけど、まあ、キリのもダメって言ったらやめると思うんですけど、それはね怖かったりびっくりしてねやめてるだけでね、やっぱり理解してないと思うんですよね、なんでダメか。そう、今はキリのはね好奇心とか探求心とかでね生きてるみたいな感じなんですけど、その時にこうダメってね言っちゃったら、そのキリノのねやる気を削いでしまうだけのような気がして、まあダメとかそういうねあかんとか、なんかなんだろうね、怒ることはあんまりまあまあしないようにしてます。例えば物を落としたとしても、そこに置いてる私たちが悪いんであって、別にキリノが落としたことが全然悪くないので、うん、そうだね、まだ怒らないようにしています。これからきっとね怒ることが必要になってくると思うので、そういう時はねまた一緒に考えてどういう風に怒っていこうっていうのを、うん、そうだね、まあ、ね、私たちで統一しようかなって思ってます。 今は怒ることがないような環境を作ってあげることが大事かなと思います。まあね、まだできなくてもしょうがないかぐらいでね、 OK ぐらいの気持ちでいたらね、心にね余裕が生まれてね、よりのびのびした育児ができるかなと思います、うんうん、私たちもねのびのびと、うんうんうん、できっとそののびのびしたね僕らの気持ちはねキリノにも伝わってね、のびのび育つと思います。でね、このな心に余裕があったら夫婦喧嘩とかもきっとなくなるんじゃないかなと思うんですけど、どうかなおすすめです。あの、まあしょうがないねってまだ今理解できないからね、というふうにうちの家は育児をしています。正解はないので、一応うちの家はって感じです、うんうんうん、特別何か育児するということはなくって、僕らが、まあ、ちゃんとしてたらね、普段の僕たちの様子を見て着るのもね真似していて、自然とね生活習慣が身についてきてます今は。で、何か着るのができたとか、そういうちょっとねレベルアップした時は家族全員で褒めてね伸ばしてます。褒めることでね、キリちゃんも嬉しい、またやろうかなみたいな気持ちになってね、何回もやってくれるので、ゴゴゴゴゴって伸びていってるのがね手に取るように分かって面白いです。パパさん、ママさん、キリノちゃんの血液型は何ですか。私は O 型です。僕 A 型です。キリノは A 型です。 A 型です。高一女子です。私も将来キリちゃんみたいに可愛い子を産みたいです。どうしたらいいですか。意外とこういう意見多いよね。いやでもすごい嬉しいんだけど、嬉しいけどね。じゃあ奇跡やから、これそうそう、私たちからキリノが生まれたのは奇跡やって思われてるし、うん、言われてるし、言われてる、うん、友達とかにで、なんでって言われたら、でもやっぱり神頼みはね、結構神社とかお寺とかね週3くらいでね、2人で行ってました。行ってましたね。神頼みしかないよ、頼め神に。で、拝む時は僕は可愛い子供が生まれてきますって拝んでました。七夕の短冊に書いてたんですか。そうやろ、七夕の短冊にも可愛い子供が生まれてきますって書きました。生まれてくる前提のことを書いてましたね。うん、全部もうね未来を決めてしまえ。ほんだらそうなるから。
お二人がキリノちゃんを育てる上で一番大切にしていることを教えていただきたいです。なんか主体的に動いてほしいです。キリノやりたいことをやってほしいし、あんま干渉しない感じ、やったことに対して認めてあげて、自己肯定感を高めてあげる感じです。僕らはもうこう持ち上げる感じで、もう彼女に生きてもらってます。そうだね、何か悪いことしてるときはね、こうダメって言うんじゃなくて、こう手を取ってね、違うことに意識を向けるとか、怒らずにそのダメなことをやめさせるっていうのがね、大事かなと思って僕はしてます。私は夫に教えてもらいながら、私も一緒にやっている感じですね。やっぱ子育てって本当にわからないじゃないですか。正解ないしね。教えてもらいながらしています、ママのお母さんがめちゃめちゃ綺麗だったので、また出てほしいです。ベルギーに住んでんだよねなんですけど、もうすぐ帰ってくるんですよ。なんかね、ロックダウンして、なんかつまんないみたいな感じで帰ってくるみたい言い方12月の12月の10日10日に帰ってくるみたいなんで、空港まで迎えに行ってきます1年ちょっとぶりに会うので、すごい楽しみにしてます。またね、動画でお見せできたらなと思います、すごいあの母みたいな、そう、すごい面白い母なんですよ、大丈夫か。キリタンに彼氏ができた時のパパさんの反応まで3、2、1。やめて、そんなはい、この辺りで質問終わりたいと思います、楽しかったね。楽しかった、またしたいね、まだ答えられてないやつもあるもんね、ネタなくなったらまたちょっと挟んだりするかもしれないですバイバーイ